いよいよ1月16日、三島せせらぎ音楽祭のコンサートが開催されます。2年前コロナが発生をしました。ほとんど音楽を楽しむ機会が国民から奪われました。そして演奏家の方々もですね、コンサートを開く機会を奪われたわけです。その時にやはり三島で最初のコンサートをやろうではないかということでですね、やっていただいたのがせせらぎコンサートの開催のきっかけでした。で、今回はですね、悠々ホールで一部は午前中ですね、若い人たち向けのですね、分かりやすいコンサートを開くと。そして午後からはですね、ザ・クラシックということで、クロートの方にもう本当に楽しんでいただける、そういうコンサートになるというふうに思います。中心はですね、矢部達也さん、そして、横山幸雄さんで、これだけのメンバーが一堂に会するというのは東京でもなかなか聞けないと思います。しかも一部二部合わせて4000円というですね、本当に破格の値段です。ぜひ皆さん足を運んでいただいてですね、クラシックを楽しんでいただければというふうに思います。